ザックスプレゼンツ、おぎやはぎの色眼鏡コレクション、2008年3月8日土曜日の神戸コレクション本番に出演するファイナリストの面接をするコーナーです。今週面接するファイナリストはサイオンジローラちゃんです。よろしくお願いします。お願いいたします。あ、サイオンジローラちゃん、いいですね。まあ、はい、まあ、一応今回でですね、あの面接の方は最後と、全員終わりました。そうそう、最後鳥です。10人目ですよ。ああ、頑張らないと。鳥ね。はい、うん、鳥。鳥はいいですよ。そうですよね。全部終わりました。サイオンジローラってまたかっこいい、なんかもう、あの、少女漫画に出てきそうな名前ですね。少女漫画？うん。そう、少女漫画。です、です、うん。サイオンジローラって本名でしょ？いや、偽物です。あ、本名ないんだ。ないんじゃない。じゃないんだ。そういう鈴木正幸ばりだね。じゃない、じゃない、じゃない。なんだ、すげえかっこいい名前だ。そうなのね。かっこいい。うん、かっこいい。あの、私のマネージャーさんが決めたの。あ、サイオンジ。あ、そうなんだ。決めたんだ。ローラは？ローラは、あの、あのマネージャーさんと一緒に私が決めた。あ、ローラが決めたのね。はい、うん、あ、いや、そう、あ、そうか、俺、すごい名前だなと思ってたのよ。本当に？サイオンジやっててやりすぎだよね。自分でもそう思ってたよ、サイオンジやりすぎだって。何これって思っちゃった。思っちゃった？あ、そう、やりすぎだよね。やりすぎだよ、ね、そういう感じで行こうよ、ね、じゃあね、お父さんどこなの、出身は。お父さんは、あの、お父さんとお母さんは、お父さんは、うん、あの、バングラデシュっていう国、知ってるよ、バングラデシュ、ね、あの、有名な国だよ、バングラデシュ。そうなの？そうだよ、そうよ、そうよ、お父さんがバングラデシュ、そうそうそう、お母さんは日本人なんだけど、うん、なんかロシアのクォーターの人、ロシアのクォーターの人なのね。そうそうそう。まあ日本人。あ、そう。日本人なんだよね。そう、クォーターの人。でも、まあ日本人じゃない。そんな感じ。そんな感じ。すごい、なんかね、早見優と喋ってるみたいだね。いいね。いいね。いい感じだね。新鮮。やっぱり。ロラちゃんいいよ。ロラちゃんいいよ。ロラちゃん17歳なんでしょ、うん、そうそう。じゃあちょっとどれぐらいモテたのかって今までね。ちょっとエピソード聞きたいんですけど。あー、とね。ちょっとね。あー、ちょっとね。かっこいいよ、かっこいいよ。本当に？うん、本当。なんか、どのくらいかな？ね、私数えてないからわかんないんだよね。あんな、あんな感じ。わかんない？わかんない。10人以上いる？告白された回数って。まあ、いると思う。20人。あ、でも、多分いない、あ、いるかな、20人、あ、30人くらいかな。出た、出た、出た。告白されたら、どうなの？その、結構お断りすること多いね、やっぱり。私、すること多い。あ、多いの？多い。どんな感じで、ちょっと、断るのかちょっと聞いてみたいんだけど。無理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 って。じゃあ、ちょっと、おぎが告白するから、うん、ちょっと、あの、やってみてくれる？うん。ローラちゃん。何？あのね、俺、もう、だいぶ昔から、もう2年ほど前からずっとローラちゃんのことが好きで、ずっと追っかけてたんだ。付き合ってください。無理無理無理。え、なんで無理なの？え？なんで無理なの？え、なんか、俺2年前からずっと追っかけてたんだよ。2年前から？うん。あー、ちょっと無理。いや、無理って何が、俺の何がダメなの？ちょっと顔が長いから。いや、顔長くてもういいじゃん。あー、あんまりタイプじゃない。いや、タイプじゃなくて、一旦付き合うよ、一旦。あー、いいよ。いいよって何？付き合っちゃった。結構惜しい弱いね。一旦付き合うやつ付き合ってみんな。結構ね、あんまりタイプじゃなくてもね、なんかね、言われすぎるとね、断れなくなっちゃう。あ、そうだね、今結構短時間で付き合っちゃったもんね。結構簡単だね。30秒ぐらいの押しだれば。押せばいいのね。まあね。断れない。じゃあ今までそういう人もいた。あんまり付き合わないのに、押されて付き合っちゃった人もいた。いたいたいた。いた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 。いたね、いたね。それでしょ、うまくいかないですけど。うまくいくけど、やっぱり、なんか、すごい言われすぎて、なんかね、やっぱりいい人だから、どうしようどうしようって迷っちゃって、でもやっぱり、まあ、なんかね、私、別れちゃった。なんか私、別れちゃった。いい人だったんだけど、なんか私、別れちゃったと。あ、そう。なるほどね。で、今からすごい押せば、例えば大倉って言うんだけどね、作家の。俺もやはりおりでしょ。今ぐらい押せば、付き合うぐらいはできるんだ。
あーでもちょっと奥さん無理かも。なんでだよ。なんでダメなの。ねえ。なんで奥さんダメなの。なんかね、なんか、なんかね、あのハムスターっていうか、なんかね、あダメダメ。なんかね、なんか。なんかね、かっこいいんだけど、なんかセンスいいんだけど、うん、でもね、なんか、すごい、あ、ダメダメ。最高。なんかね、最高野郎みたいな感じで。あ、でも、最高野郎みたいな感じで。違う、でもね、かっこいいんだけど、もうちょっと、声が大きかったらっていうか、なんかね、なんか泣きそう。俺こんな屈辱ないよ。17歳の子に35のやつが泣きそうだよ。最低な気は最悪な気だな。ごめんなさい。あー、奥さんかわいそうだよ俺。もう見てらんないよ。声が小さいんだよ、ほんと。あー、やっぱりね。すげー言われようだな。そう言われようだね。でも才能はあんのよ。才能で結構ほら人見たいしね。才能で見た目はちょっと悪くたって、見た目はタイプじゃなくたって、才能もすごかった場合。才能ああ、それだったらちょっと考えちゃうかもしれない。そうでしょ。でもちょっと大倉から、ちょっと大倉だって俺いけると思うから。いける、うん、押せばいけると思う。大倉ちょっと押してみ。大倉、うん、ね、ちょっと大倉が押してみるから。うん、すいません、うん、まあ確かにさっきはあんま好きじゃないって言われたんですけど、うん、もしよかったら付き合ってもらえますか。あー、ちょっと無理かな。でも確かに今はそうかもしれないですけど、うん、さっき会ったばっかりじゃないですか。あー、どうしようかな。本当に大切にするし、まあ、できることは何でもするんで。あー、うん、ね、できませんかね。あー、うん、あー、ちょっと…いや、そこなんとかできませんか。すごい。ちょっとだけでもね。あー、やっぱりね、ちょっとできないかも。絶対無理だ。やっぱ無理なんだ。僕は無理だ。絶対無理だよ。2回いただいたな。うん。僕らこれから。ハキハキしてないと、私ちょっとタイプじゃないかも。でも、僕ら多分ね、今でもすごい作家なんだけど。あ、作家？作家で、映画とかもあるよ、書くような。そうね、脚本なんかもすごい作家あるよ。多分今日境にもっと頑張ると思う。もっと多分成功すると思う。ああ、だって今日のこの屈辱さないでしょ。ないからね。そっか。いいね、ロナちゃん。いいね。いいね、ロナちゃん。